町が元に戻ったら銭湯も再開するかな。どうだな、行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず、物事や状況は常に変わってくってことだ。ありがとう。魂の転送を確認した。時間はかかるが、霊になった人も実体を取り戻せるだろう。このまま進めてくれ。録音された音声かな。エドは人と話すのが苦手なんだよ。力をうまく使えよ。元に戻してく婆さん、あんた自爆霊だな。そうじゃ、あの子のことが心残りでここに留まっておる。あの子は見たものに富や幸運をもたらす精霊なんじゃ。ここの家主は以前から譲ってくれとしつこくても、あのじいさん
さんが連れ去ったに決まっとる。どうだ、あの子を連れ戻してもらえんかの。いいぜ、幸運ってのは眉唾だけどな。そういうのやめなよ。じゃあこれを持って行ってくだされ。塩せんべい。塩せんべいはあの子の大好物なんじゃ。どこの間の青い器にお供えすれば必ず姿を現すはずじゃから。近くに何かあるな。何か、いわゆるパワースポットってやつだ。なんとかなったか。おい、怪我するぞ、離れろ。チャーリーダンだ。結構便利なんだよね。助けられる。まれびとの気配がするな。手と違うじゃないか。霊視して神社の様子を伺え。敵の居場所や霧の発生源も特定できるはずだ。
Zashi. Zashiki-warashi. ひどい目に遭ってなければいいけど。ずっと泣いてる。開かねえな。鍵を探すか。お家に帰りたいよ。どこにいるんだろう。この家のどこかのはずだ。探すんだ。図壇か？力を使え。姿が見えるようになるはずだ。まさか仏壇を丸ごと隠してやがるとはな。てやるよ。近寄るな、盗っ人が。Zashiki-warashi は誰にも渡さん。盗っ人竹だけシートはこのことだな。Zashiki-warashiは返してもらうよ。やっと手に入れたんだ、Zashiki-warashi。クソ野郎が、死んでまで金に執着しやがって。こんな奴は印で払っちまうぞ。欲深いのもほどほどにしてほしいね。さてと、あとは塩せんべいだな。もう自由だからね。やっぱ幸運はなしかよ。おい、ばあさん、やってくれたな。そう怒るな。この子を泣かせると不幸になるぞ。これじゃあ、ヤラスのじいさんと変わらんわい。やれやれ、会えてよかったですね。おかげさまでありがとうございました。これで思い残すことはありません。